はい、こんにちは。えっ、ー、と、寺田と言います。よろしくお願いします。ここから45分間ですね。えっ、ー、と、Python プロンコミュニティの話と、あとはプロン6という、まあ、私が今、今日発表の主体、えー、となっているプロ,、えー、プロンユーザーズグループジャパンの、おとしての、まあ、発表ということでさせていただきます。よろしくお願いします。はい、えー、まあ、初注意ということはないんですが、スライド公開済みです。えっ、ー、とあ、質問これ間違ってる。スライド今日やってないんでごめんなさい。これ嘘。 嘘ですスライドやってません。ズ、えーム、えー、のコメントとか、YouTube のコメントとかでコメントしてください。ツイッターと,とか、えー、ガンガンつぶやいていただいて大丈夫です。資料もまあ公開済みですし、CC by 4.0というライセンスで公開していますので、自由に使っていただけます。はい。 自己紹介ですが、えー、寺田学と言います。ふ、えーまあ、普段 Python エンジニアとして、えー、と活動しています、えーまあ。講師をしたりすることも最近増えてたりとか、まあえー、とウェブ系のエンジニア、も基本的にウェブ系の Python エンジニアなんですけれども、まあえー、その他のです、ね、幅広くデータ分析ですとか機械学習周りの まあ講師をしししたたりりととといいうこともしたりとかしています、まあ、関連書籍こんな書籍一応出したりとかしています。まあ、最後にプレゼントあります。もうこれも嘘今日プレゼントありません。なんか今日間違えてますね。前回のちょっとスライドをコピーして作っちゃったんでごめんなさい。はい ということで、今日のトーク、本日のトークと関連組織という話を先にさせていただきます。今日はグローバルコミュニティみたいな話を最初にさせていただく予定なんですけれども、その上でですね、私の立場を一応ちょっと明らかにしておいた方が分かりやすいかなと思って書いています。今日はプロンユーザーズグループジャパン、プロン研究会というイベントをやってたりする団体なんですけれども、そこの立場としての発表なんですが、もう一つ大きなコミュニティ活動の パイコン JP、まあパイソンカンファレンスの略のパイコン j p なんですが、パイコン j p のパイコン j p アソシエーションという団体がありまして、そこの代表理事を務めたりもしています。 えーとまあ、それ以外に会社やってたりとか、まあ、試験団体やったり、あとその下に英語で書いてあるやつはですね、プロンファンデーションのアンバサダーということで、もうか、かなりこれも10年近くですかね、えーとまあ、グローバルコミュニティの、えー、プロンファンデーションというものがありまして、まあ、そこのアンバサダーを務めています。あとは PSF、Python Software Foundation、えー、Python のー基本的な知財、まあ、管理をしている団体ですが、えー、PSF からフェローメンバーシップということで、2019年、えー、クオーター3に、えー、とそういう称号をいただいています。 はいまあ、そんな感じでまあコミュニティ関係いろいろやっているので、まあ、そういう意味でちょっとコミュニティの話をまあえ中心に対初して、まあ、そ後半に、ねえー、最近のプローンどうなってんのみたいな話をしようかなというふうに思っています、はいでまあ、それを語る上でです、ねまあ、今日プロ,ーンプローンユーザーズグループジャパンとして出てますのでプローンファンデーションという組織の話を少し最初にさせていただきます、まあ、プローンファンデーションはグローバルに導入されている CMS フレームワークのプローンの 普及開発を支援することを目的として2004年ですね、まあ、15年以上前ですが、に設立された非営利団体です。主な活動内容は、プローンソフトウェアの知財管理とカンファレンス、開発スプリントの開催を通じたコミュニティへの支援ですというふうに言っています。まあえー、とファンンーションを持って えー、オープンソースプロダクトを出している団体になるわけですが、えーまあ、継続的にです、ね、コミュニティ支援なんかを通じて、まあ、この PRON というソフトウェア、アプリケーションソフトウェアの、まあ、知財管理だけでなく、カンファレンスとか開発を支援するということをやっているという団体です。PRON、まあ、ファンデーション、最近ちょっと範囲が広くなりまして、もともと PRON という CMS ツールの まあ開発とか知財管理とかやってたわけですがそこから発生したまあヘッドレス,ヘッドレス、えー、非同期フレームワークであるギロチナですとか、えーまあえー、とピラミッドというまあ汎用のウェブフレームワークですね、まあ、この辺の範囲をまあ広げてきていて また、もともとゾープっていうものの上にプローンって乗っかっていて、ゾープっていうのはゾープファンデーションっていうのも組織があったんですが、まあ、それらも吸収して、プロンファンデーションに今、マージ作業をしているところで、まあ、それらも扱っていくという大きな組織に変わってきています。まあ、最後に書いてるボルト、き、まあ、今日の発表の、きょのこの発表のですね、最後の方で紹介するプローン6に標準搭載されるボルトというものも、もちろんプロンファンデーションの中に入っているものです。 じゃあ今日のトークは2個ですね。コミュニティ活動についてと最新のプロン動向について、えー、ということで、えー、説明をしていきます。はい、コミュニティ活動もまあグローバルなのとちょっと日本なのとっていうところをつたつに分けてですね、えー、と一応何個かのあコミュニティを紹介していこうというふうに思っています。えー、まあ今日紹介するコミュニティはこの6 6個ですね、えー、と上3つが、まあえーえー、国際的なもの、まあ、下3つが国内のという感じで見て6個紹介していきます。じゃあ1つちょっと見ていきたいと思います。US パイコンですね、パイコンっていう Python カンファレンスを略して正式にパイコンという名前で商標登録もされています。でアメリカでやるパイコンは、まあパイえー、日本でやっているパイコンをこの後紹介しますが、日本でやっているイパイコンはパイコン JP という名前を 使っているんですがアメリカのパイコンはもともとパイコンって言ったらアメリカのものだったので、まあ、パイコン US っていう言い方もする人もいますが、まあ、私はどちらかというとまあアメリカでやっているパイコン、まあ、パイコンって言ったら US パイコンのことだよねっていうところもあって、US パイコンという言い方をしています。まあ、北米、まあ、カナダで1、2度やったことあるので、北米という言い方をしていますが、基本アメリカでやっているパイソンのイベントです。えー、っと2022年がまあサイトが公開されているという状態です。 年に1回のの世界最大級パイソントですで、えーと Python、の開発者、パイソン自体を作っている人たちもたくさん集まりますし、それの周辺を作っている、周辺のプロダクトなり、ライブラリーを作っている人たちもたくさん集まります。またです、ねまあ、ここで重要なのは、まあ、スプリントで開発を促進する役割があったというところなんですね。えーとまあ、カンファレンスっていうと、まあ、あと参加者に対して発表があって、参加者が見て、まあ、こういうの面白いねとかいいねっていう。 というのがまあ一般的によく捉えられている場だと思うんですが、US バイコンの場合はですね早期の早い段階からスプリントという開発を一緒にやろうというイベントが併設されていました。大抵の場合はえーそのトークイベントが終わったあとに残ってチームになっていろんなチームで開発を進めていこうということをよくやっています。アメリカの場合だと 特に、まあ、広くてですね、なかなか会う機会とか、みんな集まっていろんなことをやる機会っていうのは結構まあ少ないんですね。まあ、実際にメールですとか、まあ、今だとリモート会議、Zoom だとか、えー、といろんなものを使ったリモート会議でも,もちろん使っていろんなことできることはできるんですが、まあ、一度に会って相談したり、一気に開発進めたりっていうことってなかなかできない。まあ、あと、いろんなものを決めたりするときって、まあ えと一緒に何か相談しながらのが決めやすいみたいなことで、スプリントというのは結構重視されているイベントです。でこのスプリントは当然その、まあ、会ってやりたいので、今どうするのみたいなところは結構悩みどころになっているという状況です。で、まあ、これが2019年、私も現地に、この時初めて私は行ったんですが、現地に行ったあ時の様子です。こんな大きなスクリーンと大きなステージがあって、えーまあ、そこで、えーとまあ、発表なりを。 していくと、まあ平行で数トラックがあるというような大きなイベントです。で、これがどう変わってきたかなんですが、2019年私が行った時ですね。ま3000人超えている規模で現地で開催まあ、現地にいる人中心になって、えっ、ー、とイベントが盛り上がっていくというものでした。で、まあやっぱり現地行かないで外から見てる。まあ、youtube なんかで後から見れたりもするんです。けれども、もまあ、そうするとまあなんか参加したっていう感じではなくて、やっぱまあ今回参加できなかったね。みたいな感じになっていた。 ところが、まあ、皆さんご存知の通り、2020年の春には、ですね、ほとんどのイベントがオンライン化されて、まあ、この US パイコンも1か月前まではまだやるぞやるぞって言って、ピッツバーグでやるぞ、みんな来いって言っていたんですが、まあ、当然できなかったんですね。まあ、これが4月かな、5月、4月かな、4月の話かな。2020年4月の話ですね。で、まあ、急遽ズームでオンラインでやりました。 な、まあ、なかなか急遽やったのであ、ごめんなさい、これ、ズームじゃなかったかもしれないな、まあ、もうほとんどまあなんかちゃんとできなかったぐらい、まあ、ギリギリだったので、まあ、オンラインイベントって言っても、なんかやったのかやってないのか、まあ、一応開催されたことにはもちろんなっていますが、なかなかまあいいイベントにしき,しきれなかったと、まあ、そこでまあ2021年は、もう早々オンラインでやるということを決めて、専用システムでオンラインでやりました。 まあ録画されたものを流したり、チャットシステムが一緒にくっついてたり、まあ、いろんなことをして、まあえーまあ、みんなで参加している感が出る、まあ、一緒になんかイベントに出たなという感じが出るようなイベントに仕上がっていました。私もこの両方ともですね、一応参加っていうと変ですけど、まあ、一応出ました。で、先ほど2020年の URL を出しましたが、2020年は一応現地開催、えー、と今度はユタ州の ユタ州で開催する予定なんですが、で、現地開催をしたいなということで、今のところ準備をしているというふうに聞いています。で、公式発表がされています。まあ、なかなかね、現地にアメリカに行けるのかっていう問題とか、アメリカから、まあ、アメリカの人たちもですね、集まれるのか、ヨーロッパから来れるのかみたいなところは、まだ課題感は残っていると思うんですが、やはりまあ、現地の対現地の方がいいよねっていうことで、現地開催を目指しているというふうに聞いています。 まあ先ほど言ったスプリントができなくなったりっていうのは結構大きな事実、えー、大きなことで、まあ、集まれないっていうことが、えーまあ、開発においてとかコミュニティ形成においてどうなっていくのかっていうのは、まあ、この後、まあ、答えが出ていくとは思うんですけれども、なかなかまあ苦しい状況でもある、まあ、みんな慣れてはきたと思うんですが、苦しい状況ではあるというふうになってるんじゃないかなというふうに思っています。はい、次のコミュニティですね。パイコンエ APAC という ものがありますパイコンエンパックはアジア地域のパイソンイベントですね、パイコンの、まあ、アジア版、まあ、パ US パイコンに対するものとしてはアジア版という感じです。アジア地域で、えー、と年に1回です、ねえー、どこかで開催しています。今年はタイ・バンコクでタイ開催することが決まっています。えー、と日本ではです、ね、2013年に東京で開催した経験があります。 もともとシンガポールで、えーとまあ、パイコンエ a パックというのが始まって、まあ、その後、日本、台湾、韓国、マレーシア、フィリピンで、まあ、現地開催のイベントが開催されてきました。まあ、これ、2010年から始まっているんですが、2回連続で開催した国も何個かあります。で2020年はマレーシアだったんですが、まあ、YouTube オンライン、YouTube でオンライン開催みたいな感じで、なかなかちょっと盛り上がりきらなかったかなという感じはしました。やはり、まあ 去年、2020年はいろいろ皆さん、模索をして、まあ、この OSC もそうだと思いますけれども、模索をしながらいろいろオンラインのイベントをやっていったという感じの年だったんだなと思っていますで。2021年、これは11月の中旬以降に20日ぐらいに開催するんですが、タイランドで今年は、タイのバンコクでやりますとでオンンラインはもちろんやると。 いうことで部分的に現地を目指ししていました実際にはちょっとどうなのかなと、まあ、特に日本から行くっていうのはちょっと難しいだろうなとは思っていますが、現地で開催できるのかどうか、まあ、現地もちょっと諦めるのかななんていう話もしています。 でまあ、私たち、のパイコン j p としても、ですねこの APAC にまあいろいろお世話になっているし、いろんな連携をしていて、まあ、私もその会議に出たりとかして、まあ、どんな感じでやるのかということを一緒に考えたりとか、まあ、えっとスピーカーとかを応援したりとか、まあ、そういうことをしたりとかしています。なかなかまあこういう、どちらかというと、現地での開催に任せっきり、任せっきりということはないんですけど現地開催を中心にしているところ。 のとのコミュニケーションというのは非常に難しいなと、まあ、いけばですね、まあえーと、いろんな国々の人がいて、まあ、会議をやったりとかできたんですけど、まあ、それもなかなかうまくいかない状況になっているので、ことしの APAC がどうなるかというのは、これから、まあ、今、最終調整をしているというような状況です。もう一つ、えー、とグローバルコ,コミュニティのプローンカンファレンスですね。ええっっととまあ、えーと 私はもともとプローンのこういう、まあ、日本のコミュニティに参加して、その後プローンカンファレンス、グローバルの方のコミュニティに参加するようになった立場なんですけれども、えー、とプローンカンファレンスは年に1回、えー、プローンファンデーション主催のイベントとしてやっています。まあ、先ほど言った通り、プローンファンデーションは非常に幅広いツールを扱うようになったので、まあ、ゾープとか、まあ、もちろんピラミッドとかギロチナとか、ボルトとか、先ほど言ったようなものを扱っています。 でやはりまあこれ世界中から一堂に集まってくるので、ディスカッションとかでさ、ね、まざ、あ、まな決定とか、まあ、あとは開発ですね。このプロンカンファレンスも、えー、ほとんどの場合、スプリントを併設していましたので、スプリントの時にですねやはり大きなあ、まあ、仕様変更とは言いませんが、大きな方向,方向転換とか、方向を考える会とか、まあ、そんなのもあったりとか、カンファレンス中にそういうディスカッションをする会とか、まあ、そんなのがあって、やはりまあここにか、えー、参加して、 いいいないとなかなととかかそういうところの話にもなかななかか乗っていけない。けもちろん英語力があってオンラインでもできるっていう人であればですねえー、といいとは思うんですけどなかなかそうもいかないしやっぱ会うことによっていろんなコミュニケーションが活発になるということがあって、えー、なるべく現地でやりたいというふうに言っていますでこれが2019年ですねこれイタリアのフェラーラってところでやったんですが、まあ、こういう映画館を借りて、まあ、こんな感じでカンファレンスをやっていました で変化ですが、まあ、2019年まではです、ね、300人規模で現地開催でずっとやっていました。もちろんオンラインの動画を残したりとか、後でアで赤いを見れたりというのはあるんですが、まあ、現地に集まることを重視して、まあ、そこでいろんな決定がされたり、また先ほど言ったとおり、プロンファンデーションはファンデーション組織ですので、NPO 法人なので、えーと、そこのボードメンバーを決める会議とか、まあ、そういうのもプロンカンファレンスの中でやって、来年はこのメンバーねみたいなことをやったりとか、まあ、そんなこともやってました。 ところがもちろん2020年はできませんでした。で、2021年もやる途中までやりたいと、ベルギーの、ベルギーの中でやりたいというふうに言っていたんですが、残念ながらまあできずに、今年もオンラインです。ちなみになんですが、まあ、これがですね、実は今日から開催なんですね、プロンカンファレンスは。えー、今日からオンラインで開催。まあ、1週間の結構大規模なイベントで、今日明日がチュートリアル、トレーニングでですね、トレーニングをしてもらう日。 で月曜日から金曜日までが、えー、っときっちり、えー、っとカンファレンスをやります。で、その後、えー、っと2日間はスプリント、オンラインですが、スプリントもやるというふうに聞いています。私自身はっとチュートリアルは、トレーニングは出ずにですね、カンファレンスだけ出ようかなと思ってるんですが、まあ、オンラインでやる、こういう国際イベントでオンラインでやるとなると、時差どうするのっていう問題がやっぱり一番大きくてですね、えー、っとヨーロッパ ヨーロッパの夕方からやるのかなヨーロッパの朝からやるのかな今回はヨーロッパの朝からかな去年はヨーロッパの夕方ぐらいから、えー、っと夜にかけてやって短い時間でやってアメリカの人たちも見やすいっていうような感じにしてました。今年はヨーロッパ時間の朝10時ぐらいからやると言っているのでどちらかというとヨーロッパの人は見やすくてアメリカの人はちょっと見にくい、えー、っと閲覧しにくい感じですね。日本からすると結構比較的去年に比べたら楽っていう感じですかね。 まあ時差を考えてやらなきゃいけない、まあ、国際カンファレンスとなると、ですねいろんな国々の人たちが参加してくることを前提にしているので、まあ、場所どこでやるか、時間どこでやるかたい非常に難しい問題になっているかなと思っています。えーっとまあ、私も明日から、あと月曜日から少し、まあ、夜だけですけど、夜の少しだけの時間をちょっと参加しようかなというふうに思っている感じです。 やはりこちらも、まあ、会えないっていう問題をどういうふうにこれからクリアしていくのかっていうのは、まあ、大きなファンデーションなりそのツールを作る立場の開発者の立場としてはすごく大きな問題になるんじゃないかなと思っています。はいえー 目をちょっと日本の方向に、国内の方に向き合っていきます。パイコン JP ですね。えっとパイソンカンファレンスの日本版ですね。パイコン JP は国内のパイソンイベントです。年に1回日本最大級のパイソンイベントをやっています。まあ国際色豊かに、日本国内でやってるんですが、国際色豊かにさまざまなパイソンの話題を扱うお祭りであるというふうな定義だというふうに思っています。えーと 国際シってというのは、と英語でのアナウンスをしたり、英語での発表があったりとか、同時通訳を入れたりとか、まあ、結構いろんなことを工夫してやっているイベントです。えー、2019年は、まあ、これは大田区のピオっていうところでやったんですが、1000人規模でした。1000人規模でやれたんですが、まあ、もちろんその翌年2020年はオンライン、ズームでのオンラインという感じでやりました。 で今年は、えー、2021年は先々週に終わったばかりなんですが、9月の末に終わったばかりで、9月違うな、10月か、10月の15、16だから、先週か、先週終わったばかりなんですが、ズームのオンラインと部分的に現地をやりました。こんな感じですね、まあ、感染対策とかいろいろなことを考えながら、すごく人数を制限した形で、えー、午後だけという、2日間開催のうちの午後だけを開催ということでやりました。 なななかかかねねねねちょっっっとで、ね、でききったって感じですよ、ね、大きくは、ねまあ、それでもやっぱり現地私も入りまして写真撮ったりとか、えー、動画撮ったりとかいろいろしてましたが、まあ、現地来た人たちはやっぱりまあ久しぶりに会えたりとか、まあ、久しぶりのこの雰囲気、まあ、カンファレンスの雰囲気っていうのを味わってすごい楽しかったねっていう話をまあ先週したという感じです。 でパイコン JP、まあ、先ほど私の自己紹介のに言いましたが、私、パイコン JP アソシエーションの代表理事を務めてて、まあ、こういう時代になって、なかなか新しいことができない、まあ、この OSC でもまあ発表をずっとパイコン JP としてさせていただいてて、まあ今日も午前中に発表させていただいたりとかしてますけれども、まあ、パイコン JP の活動として、ですね、まあ、現地がなくなり、まあ、いろんな地方でのチュートリアルイベントがなくなりとかっていうことで、まあ、何か新しいことできないかなって言って、まあ、こんなことを始めました。 パイコン JPTV ですね。えっ、ー、と、まあ、YouTube で、えー、とこれはもう10回、一番最初の時の回のやつをここに置いていますが、えっ、ー、と、パイコン JPTV ということで、まあ、月1回ですね、おおおリアル、えーと、月1回に YouTube ライブをやるというようなことをやっています。まあ、ここでニュースをお届けしたりとか、えっ、ー、と、ニュースをお届けしたりとか、あとは、えー、と最近のパイ Python 動向をお伝えしたり、あとはカンファレンスに行った、いろんな楽し,い楽しかった思い出とか、まあ、そういう、えー、こういうふうにカンファレンスでやってるんだよみたいなことをやったりしています。大、え、体、ー、いい毎月月初にやろうとしていて、月初の金曜日をなるべく狙ってやってるんですが、次回は11月の5日、11月の5日に、えー、p y イ o n j p t v を7時からです、ね、やる、7時半からか、7時半からやるという予定になっています。 まあこんなことで、やっぱりコミ,ュニコミュニティは新たなコミュニティ、オンラインコミュニティもですね、盛り上げていかなきゃいけないなというふうに考えてやっているものです。はい、ああこれ始まっちゃうんで、ちょっと次いきます、はい。次のスライドいきます。はい はい、すいません、ちょっとなんか変な感じですかね。はい。で、えっ、ー、と、プロン研究会ですね。えっ、ー、と、私たちが、まあ、今日発表して、プロンユーザーズグループでずっとやって、えっ、ー、と、やっている研究会ですが、プロンに関する情報交換をしています。月に1回、まあ、プロン全般の情報交換とか、まあ、えー、とアプリケーションの翻訳だとか、まあ、そんなことをやっています。20年以上ですね、毎月大体やっていてですね、えっ、ー、と、 えーとまあまあ、あのー、集まる人は結構少人数なんですけれども、まあ、プローンだけの話題じゃなく、まあ、Python の話題を扱ったりとか、幅広いウェブの話題を扱ったりというようなことをやっている会です。はい、こちらもですね、えーと、2020年3月までは都内の会議室で現地開催してました。ですが、まあ、最近はまあ当然オンラインで、Zoom でやってます。来年には現地イベント復活させたいなというふうに思っている感じです。はい、最後 ちょっと緩い会なんですが、まあこれも私も主催をしているんですが、主催の一人なんですけれども、Python ミニハッカソンという、まあ黙々会のようなイベントをですね、月1回でやってます。月1回やってます。まあ Python 関連だけじゃなくて、まあ自由にいろんなもの、まあ最近だとウェブ技術だと JavaScript やったりとか、まあもうちょっと広く別に Python だけではなくっていう感じでやってるんですが、一応 Python ミニハッカソンって名前でずっとやっています。まあこれも都内の会議室から Zoom オンラインと。 ということでそろそろどっか現地で復活できるタイミングないかななんて思ってはいる感じです。はい、ざざとですね、えーと、現地の話とか、と今どういうふうにコミュニティが動いていってるのかみたいな話を、私の目線で私が参加しているものだけの話ですけれども、させていただきました。はい、ちょっとだけ CM はい はい、ありがとうございますというか、えー、CM をちょっとですね、えー、と作りましてですねえっ、ー、とまあプローン6という、まあ、結構大きな変化をするプローンのものができたあ、えー、と出そうなのでまあそれについて、えー、と少しちょっと1分ほどのですね紹介ビデオを作っていますまあこれからちょっともうちょっと広報していろいろ見ていてもらっていこうかなというふうに思っているものです、はい、では最新動向についてですねプローンの現状とプローン6のコンセプトというようなところをパパパーと えー、特に事例の方はパパパッと流していこうかなと思っています。はいプ,ロンまあ、プローンですね、えーと、CMS ・コンテンツマネジメントシステムですが、20年の歴史があるオープンソースのコンテンツマネジメントシステムです。エンタープライズ対応の高度な機能を備えていて、多くの人と組織が関わるウェブサイトの管理に力を発揮します。規模にかかる社内情報共有とか蓄積なんかも得意分野として扱われています。はい プロンは使ったことある人だとね、まあ、ちょっと見たことあるかもしれませんが、これはプロン5のですね、えー、とスナップショットになっています。まあ、左側にメニューがあって、直接まあ右側で編集するんですが、そのまま、えー、と表示、えーと、見るもの、えーと、見え方が出てくるというような感じのものです。まあ、主な機能としてはエンタープライズ環境との統合とか、えー、柔軟なワークフローとか、あと優れた拡張機能、高いスケーラビリティ、多言語、 アクセシビリティ対応、認証とシングルサインオンみたいなところを含めたオールインンパッケージの CMS コンテンツマネジメントシステムでオープンソースであるというところです。で、まあ、毎回ですね、私たち、えー、特に私がですね、最近は私がなんですが、えー、OSC でいろいろ発表させていただいていて、まあ、これ昨年の2019年の、えー、おととしの、えーと えー、OSC ですけれども、まあえー、とそこで、まあ、提供する主な機能というのは発表していますので、もし興味のある方は参照してください。はい、で、えー、プロンの最新バージョンですね、まあえー、と着々と、まあ、プロンは、えー、と2ぐらいから国内でだんだん使われるようになってきていて、えー、と2、3、えー、4、5ときたわけですが、今、5.2.6っていうものがリリースされた感じです。 先ほどニュースがこの辺のリリースもですね、やっぱプローンカンファレンスというまあ大きなみんなで集まるようなイベントに向けて、じゃあそれまでにこれ出そうねみたいなことを約束したり、みんなで相談しながらやるということが比較的多いので、まあ、このタイミングで5.2.6というのが出てきました。まあ、これ、バグフィックスリリースですね、まあ、細かな修正が入っているぐらいのようです。 5.2自体は、えー、と2019年11月に出て、まあ、主には、まあ、Python3 対応ですね、結構時間かかっちゃってギリギリにできたものなんですが、Python3 に対応するというようなものをリリースしたものの、今はバグフィックスバージョンを作ってやっているということです。 で5自体ですね、<laughs> メジャーバージョンとしては4から5に上がってきたのが2015年の9月ですね、もうかれこれ6年前になるんですけれども、今のユーザーインターフェースを採用していて、内部もかなり大きく変えてきて、まあ、この後のいろんなものの開発に頼るもののような形でバージョンを変えてきています。はいまあ、これもですね、えー、と2015年に p r o 5と Accessibility という発表を OSC でしておりますので、まあ、もし、興味のある方は見ていただければと思います。 でまあえー、ともなく出,よう出るだろう、プロンシックスというものが、まあ、発表されています。まあ、これ、1年ぐらい前に発表されているものです。まあ、これも去年のプロンカンファレンスの中で、えーと、かなりいろいろディスカッションがあって、まあ、オンラインだったんですけど、ディスカッションがあって、まあ、プロンシップスのコンセプトとしては、これでまとめようということになって決まったものです。 次、えー、期メジャーバージョンアップですね。まあ、最近、プロは5年に1回ぐらいのメジャーバージョンアップを目指しているというか、まあ、なっている、まあ、偶然そうなっているという感じがあっていて、あでいてまあ、6もそろそろ出していく時期ということですで。アルファバージョンは出ました、一応ですね。まあ、どこまで動くのかっていうアルファなので、まあ、これからだという感じはしているんですが、まあ、そういうものは一応準備がされていますで。2つのユーザーインターフェースを持つというところが今回のちょっと特徴です。1つが えー、とボルトですね、新しいリアクトを使ったフロントエンドというものですで。2つ目がコアという、今までのユーザーインターフェースを使ったフロントエンドということで、2つのインターフェースを持ちますよと。今までのものもやるけど、新しいものもやるよというのがフロント6になるというふうなことです。でコアの方うは、まあ、クラシックですね、まあ、今のユーザーインターフェースをベースにしていきます。 今は、えー、テンプレートをサーバーサイドから HTML を返して、それをブラウザに伝えて、それを表示するという旧来、まあ、方式、まあ、今の方式のものになっています。なので、まあえー、SPA ではないわけですね。でそれに対して v o l t この新しいユーザーインターフェースは、v o l t というものをコアにしているので、React ベースの SPA ツールキットです。 まあ今はボルトっていうものが別で存在していて、そのボルトとプロンを連携させることによって、えー、SPA を成り立たせているというのが現状です。まあ、それをです、ねまあ、統合したものをプロン6に入れようということで、新しいユーザーインターフェースを、まあ、プロンからすると新しいユーザーインターフェースを採用するということで、大きな変化というふうになります。 えもういきなり SPA になっちゃうわけですね。まあ、そのまあ旧,旧来のクラ,シック,な、えー、とクラシックなユーザーインターフェースが残るとしても、まあ、今後はです、ね、どん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 まあこっちにシフトしていくだろうということは私たちは予想しています。まあえー、とボルト自体がです、ね、プロン専用のフロントエンドアプリケーションとして開発が進んで、最初はまあプロンリアクトとか言われていたんですが、まあえー、とリアクトベースの CMS のフロントエンドとして実装しているものです。 でえー、編集画面とか CMS 機能もすべてボルトで行う想定です。今のところ全部がボルトでできるというわけじゃないんですが、徐々にできること増えていっていて、まあ、プロのインターフェースは、まあ、ほとんど使わずに済むというようなものです。で、ブロックで編集するという、まあ、最近、えー、とワードプレスなんかもブロックで編集するというのが出ていると思うんですけれども、ブロック編集をメインにしていて、まあえー、セマンティック UI というベ、えー、ユーザーインターフェースのベースにしていくと。 いうようよな感じのものもです、まあ、先ほどちょっとビデオの中にも登場していますが、まあえー、プロント、そんなに変わりがなく見えるかもしれませんが、実際に編集してみるとですね、まあ、ブロックで編集するし、まあ、部分部分、ものを作っていくっていう感じでやっていくし、まあ、SPA なので、操作自体はですね、まあ、結構スムーズに動くようなものになっています。 で見た目もですね、そのままですね、プローンのコンセプトそのままなので、えー、と編集画面とあ閲覧画面というのを別にしないというコンセプトは今,の今,ま今まで通りのコンセプトなので、基本的なコンセプト自体はプローンのコンセプトそのままに、SPA を上にかぶせているという感じです。で まあウェブページのアプリ化とか、ですねまあ今、すごくまあ盛んにウェブ業界でえ行われていることだと思っているんですけれども、アプリ化していくし、編集画面もまあタイニー MC とかっていうウィジウィグで HTML で書くっていう時代から、ブロック編集のようなことをしますし、スマートフォン、タブレットからの閲覧をしていくと、ですねますますまあそのスマホアプリとの差っていうのがどんどんなくなってきてるのかなと。 いいう,うに思っています、まあ、そういうことに対応できるプロンシック6というものを出してきているというふうに思ってください。はい、で一言で言うとプロンシック6は SPACMS であるということでボルトまあリアクトベースのアプリとプロンを融合させるというものです。まあ、となると、まあ、ボルト t どうなってんのという話だと思うんですが。 ボルト自体は今13.15、非常に早いリリーススケジュール、リリース感覚で作られていて、今は13.15.1っていうのが最新版で。今14っていうのがアルファが結構長く続いているので、まあ、結構またいろいろ変えてくるのかなと。まあ、結構大きな変革もまあどんどんして、まあ、いいものにするというか、まあ、新しいものをどんどん取り込んで、ちゃんと使えるものにしていこうっていう段階です。で積極的バージョンアップ、機能アップ、まあ、数ヶ月でメジャーバージョンアップ。 してますまあ、ヨーロッパ中心ですかね、今、ドイツでもともと中心に開発されてたんですが、えー、そこからイタリアのチームとか、えー、ルーマニアのチームとか、まあ、スペインの人とか、まあ、そういう人たちも結構参加してきてて、まあ、ヨーロッパ中心に動いてるなっていう感じはしています。まあ、私たちもまあ使って、私たちの,私の会社でも使っていて、まあ、この後事例で紹介しますけれども、まあ、えっと頑張って追いついていってる、情報とかキャッチアップとか追いついたりとかしているような感じの状況です。 SPA、まあ、ってまあ何ぞやみたいな話は、えー、去年の春ですかね、えー、s p a とボルト、ボルト4、ボルトープロの紹介と PWA の展望みたいな話をしています。んなんかこれ二重になってるかなごめんなさい。はい。では事例の紹介ですね。少し最後にちょっと事例の紹介をしていきたいというふうに思います。 まあえー、とこれを見て何かはよく分かんないかもしれないんですが、はい、こんな感じのものがあるんですが、これ、大阪大学のウェブサイトがですね、今月頭にリニューアルしまして、全面ボルトの採用をしました。まあ、これは、えーとまあ、私が中心になっていろいろやったんですけれども、まあえー、大規模な大学のサイトを全部 SPA にして、まあ、ボルトにするっていう、まあ、結構大規模なプロジェクトをまあやりました。 結構いろんな苦労もあったしまだまだきっと解いてない部分とかもあると思うんですけれども、まあ、SPA になることによって、まあ、スマートフォンからの閲覧というのはすごくしやすくなったんじゃないかなというふうに思っています編集画面も大きく変わったので、えー、っとまあ最初慣れるまでちょっと時間がかかるみたいなところはあったんですけれども、まあ、えなんとかです、ねえー、っと皆さんでまあ使いこなしてもらっているというような段階です その手前に、ですね、これ昨年、この春にもですね、ご紹介させていただいているんですけれども、ま i s o と大阪大学の研究を支えるウェブサイトがあるんですけれども、まあ、これも最初にボルトで作るということをやりまして、まず最初にこれがあったということで、まあ、これを作ってから先ほどの大阪大学の全面サイトに採用するというようなことになりました。ここれれもボルトでで作られています。すんな感じですね。 ちょっと海外に目を向けていくと、やはりまあドイツ語圏のものがやはり事例としては多くて、まあ、何が書いてあるかですね、まあ、ちょっと読めないようなものもあるんですけれども、まあいろんなものがですね、結構いろんなサイトがまあ、えと実際には、あーとボルトにボルトで作られてきているというような状況です。はいえー、まあこういうような感じのサイト。えー まあボルトは、まあ、リアクトベースなので、デザイン的にはまあ自由度があるんですね。まあ、JS でできることというか、まあ、リアクトでできることであれば、基本的にはできてくるので、まあ、それをコンテンツ管理システムとくっつけて、コンテンツ管理システムで編集されたものがここに表示されてくるというようなことで、まあ、昔の CMS が出てきたときのような感じのえー状況を SPA で今やっているということになります。はい。で えーとまあ、事例はですね、一応まだドキュメントのですね、まあ、このデモっていうところにありまして、まあ、ここの中に行くとですね、えー、とドキュメントがまあこの中にありまして、えー、と事例がまあここで紹介されているというような感じになっています。はい。ということで、えー、とちょっと駆け足になりましたが、えー、とご清聴ありがとうございました。 なんか質問とかあれば、YouTube の方も私も見てますが、特に質問とかないみたいですが、まあ、一応 Q&A をですね、ちょっと時間を設けようかなと思っていまして、まあえー、とコミュニティの話とか、えーと、Python の話なんでも大丈夫ですし、えー、とその辺の話で、えー、とこの辺もう,もうちょっと深掘りしてほしいとかっていうのがあれば、えー、と言っていただければなと、まあ、コメント、えー、チャットとかで言っていただければなというふうに思っています。 どううでしょうかねちょっと書きやすすぎたはい何か、えー、と最初の全般のコミュニティの方の話でも構いませんし何か Q&A で何かお聞きしたいことがあればぜひご質問いただければと思います特に YouTube 側でも特に 質問とかはなさそうですね。なさそうですかね。はい、はい、ちょっ YouTube 別のパソコンでちょっと見ておりますが、特に出てない感じですかね。ホエシーもまあずっと、まあ、オンラインで今、1年半ぐらいオンラインになっちゃって、やっぱ現地でやってた時の発見みたいなのがなかなかできなくてですね、うん、そうですう、ね、ああーまわって <laughs> えっとあ、なんか面白そうなものやってるとか、あこんなツールあるんだみたいなことがいろいろ発見したり、また 行、えー、けばいろんな人とお話をするので、話すると、ああ、なんか今回こういうの注目だよみたいなこととかあって、すごくいろんな発見がある中、今、オンラインでしかできないと思うので、まあ、そこ、どういうふうに私たちが対応していくのかって難しさすごく感じているところですね。悩みですかね、どちらかというと。 もうちょっとですかね。そんな中でもやっぱり、まあえーっと、だんだんみんな慣れてきて、まあ、コミュニケーション、まあ、その年一のイベントのためにいろいろ準備するみたいなところから、適、ま、宜、あ、いろんなことやって動画を作ってみたりとか、うん、まあ先ほどもちょっと言いましたが、YouTube ライブを私たち、パイコン n j p の枠組みですが、パ、うん、イコン n j p の枠組みで YouTube ライブを始めてみたりとかっていうこともやっています。うん まあこの間、現地開催したときに YouTube ライブのリスナーさんと会えたりとかしてて、会えたりして、やっぱなんかそういう発見と、新しいコミュニティというか、新しいつながりが生まれてくるとのはすごく嬉しいですね。新しいつながりどうやって作っていくかみたいなことは、私の中ではちょっと新しい課題というかですね、になっている感じです。どうしても、現地開催してるときはちょっと分かんないけど、ちょっと参加して、なんか話だけ聞いてみようかなみたいな気軽な感じから。 まあその後何かディスカッションできたりいろいろ相談できたりみたいなことがありましたけどオンライン会議だとなかなか相談するのは難しいんですよね。そうですねちょっとそこは、うん、<laughs> やっぱありますよね。ありますよね。うん、なのでまあそれは私たち側というか、うん、まあみんなで考えてそれを乗り越えていくしかないとは思うんですけれども、うん、まあそんな中まあ開発は進めなきゃいけない、まあ、時代はどんどん進んでいくと思うので、うん、新しい開発また、あ、ウェブ業界も変化っていうのも結構早く 変わってくるのかなっていう感じもしているところです。はい。はい、特にはなさそうですね。そうですかね。はい。じゃあえー、と5分ぐらいちょっとご質問はい。別に早くです、ね。はい、はい。えっ、ー、と、はい、今日はえっ、ー、とありがとうございました。はい。今日はありがとうございました。